10センチ以上の積雪となっている白馬村。日中は積もることはありませんでしたが、明日以降注意が必要です。こちらは雪の予想。県内では北部や県の西側の地域を中心に明日から明後日にかけ大雪となる恐れがあります。今日午後6時からの24時間予想降雪量は中野井山地域、大北地域山沿い40センチ、長野地域平地でも15センチなどとなっています。その後の24時間でも北部20センチから40センチ、中部5センチから10センチです。北部では警報級の可能性もあるとしています。交通への影響です。大糸線は信濃大町駅から南小谷駅までの上下線で明日の始発から午前11時ごろまで、信濃鉄道北信濃線は妙高高原駅から黒姫駅までの上下線で始発から午前8時ごろまで運休します。